コドリビシュア・ビジャエンドラ・プラサードは、インドの映画監督、脚本家。主にテルグ語映画、ヒンディー語映画で活動している。1985年、ビジャエンドラ・プラサードは2位、コドリシバ・シャクティだったを監督として映画を制作するが、全財産を投入した挙句に映画が失敗したため、生活が困窮した。その後、ケイラ・ガベンドラ・ラオの映画に、 脚本家として起用された兄の執筆を手伝い、1994年に脚本家として独立する。1989年から1年半の間チェン内のアパートで兄弟4人で困窮生活を送り、音楽監督として活動していた老い、MM キーラバー兄の収入に頼っていた。脚本家デビューして、以来25本以上の映画で脚本を手掛け、 その大半がブロックバスターを記録している。代表作には、マーセル、バーフバリ伝説誕生、バーフバリ王の外戦バジュランに、おじさんと小さな迷子があり、フィルムフェア賞最優秀客職賞を受賞している。2011年に監督した、ラジャンナで、ナンディ賞最優秀長編映画賞を受賞している。息子のエスエスラー・ジャマウリは、映画監督として活動しており、 ビジャエンドラ・プラザードは彼の監督映画の多くで脚本を手掛けている。おいには、キーラバーニの他にカリアーン・コドリ、SS カンチがおり、メイには、MM スリレイカがいる。ありがとうございます。